熊坂です。今日はこのコントラバス移動について、これさ、荷物としてでかいじゃない。で、これでかい荷物だからどうやって移動してるんですかって、これが結構質問きます。あのね、意外と普通に持ち運びますっていうのは、この間これ動画で紹介したけど、ベースバギーっていうコントラバスを運ぶ専用の滑車みたいなものがあって、それはずいぶん前の動画に上げてるんだけど、それでもってこうやってね、ゴロ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 つって、こうやって担いで歩く、担いでとか、まあ押して歩くみたいな感じなんだけど、そのね、移動の中でもよく聞かれるのが、まあ電車とかなんだけど、今日はタクシーについて。タクシーに乗れるのか乗れないのか問題なんだけど、これね、結果から言うと乗れます。タクシー乗れちゃうんだよ。セダンの車にこいつすっぽり入っちゃうの。それどうやってやんのって言うんだけど、タクシー乗れるよとかって言うとね、後ろの荷物、荷台に入れるのとか、どうすんのっていうような話を言われるんだけど、実は助手席に乗せられるんだな。運転席がありました。こっちに助手席がありますね。で、助手席の、シート、リクライニングシートを倒してもらって、運転手さんにわざわざ言うわけですよ。運転手さんも、もうこんなものは乗らないって思ってくるから、いや、これが乗るんですよって、ちょっと貸してくださいみたいな感じで、このリクライニングシートをこう、助手席のリクライニングシートを倒すでしょ。それでこう、扉を開けて、で、運転手さん側の、このヘッドレストのここのところに、アクリル板のなんかこう、透明な、なんかこう、仕切りみたいなものがあるじゃない。あれがね、結構邪魔になるから、運転手さん側の席を倒して、その、席にアクリル板がついてるバージョンだったら結構簡単に入るんでね。その運転手さん側のこのリクライニングシートを倒すと、ちょっとでいいのよ。ちょっと倒すと、このネックの部分がこう、助手席からこうやってズボッと入れて、こうやってぐるっと車内で回して、助手席にスポッと入るんだわ。そうすると、それで、スポット入ったところで運転手さんのそのリクライニング直してもらって、で、私は、運転手さんの真後ろに座るっていうね、こういう感じで、今度やんなきゃわかんないね。今度セダンの車でこの実践してみよう。それをやってみよう。とにかく座ってるのに乗せられるんだけど、運転手さんの協力が必要になるのね。だからこれね、気をつけなきゃいけないのは、私の機嫌の問題。機嫌悪い時にそれをやろうとすると、機嫌の悪いのって伝播するじゃない。運転手さんだって、なんか見ず知らずの人をさ、乗せてさ、運転するのって結構気使うと思うのね。俺が、その、タクシーのうんちゃんだったら。で、それがさ、なんか不機嫌にさ、こんなでかい荷物持ってきてさ、こう、うんとかってやってたら、そりゃいい気分しないじゃん。そうするとね、車内の空気めちゃくちゃ悪くなる。だから、私の機嫌が悪い時はタクシー乗らないようにしてますね。うん。できるだけ歩くっていう。歩いたり、だからバスとか普通乗れるからね。なかなかね、そう、結構最悪なこともありましたよ。それは絶対乗らないよって、まず言うから、その運転手さんが。で、そこをなんとかって言って、機嫌がいい時はね、そこなんか、いや、乗るんです、乗るんですとかって言ってやって、本当に乗ったね、なんて言いながらこうやって、で、どこまで乗んだいなんていう風にね、結構いい感じで行くタクシーが結構多い。だから結構多いので、こっちの気分次第なんだよね。こっちが機嫌悪いと絶対あっちも機嫌悪くなるから、本当にあんまり嬉しい移動にはならないので、そう。いつだったかな、どこかでタクシーに乗った時に、ブルージャイアントの話を運転手さんがしてきて、わ、ブルージャイアント知ってるんですかってね、言って、なんか盛り上がったこともありますよ。その後、今度、どこだ、今度このタクシーをね、この地域で使う時は、私を呼んでくれ、みたいな感じで、もうなんか仲良くなっちゃって、まあその後どうしてるかは知らないんだけど。そんな感じで、コントラバスは実はセダンの車、助手席にスポット入ります。だからタクシーにも乗れます。ただ、気をつけなきゃいけないのは、機嫌。ほんと、移動が最悪ってなんかちょっと嫌じゃない？うん。その機嫌が悪い者同士になっちゃったら本当に良くないので、良くないっていうか、精神衛生上良くない。ね。あれがさ、なんか、その気分悪い者同士でお金のやり取りをするのってすごい嫌じゃないですか。うん。だから、本当はね、お金を渡すときってなんかありがとうって言って渡したいじゃないですか。なんかそれはありがとうが出てこないで金を出すっていうのは結構なかなかね、俺は結構来るんだわ。うん。なので、タクシーには乗れます。けれども、気をつけてください。そもそもこんなもの乗せるようにはできてないのです。セダンの車はこんなもの乗せるようには作られてないので、ただ乗るんだよ。結構スルッと乗る。これは実演今度します。乗せるようにできてないので、運転手さんもね、そんなの嫌なわけですよ、本来は。うん。それ、だからそこを、こちらが、なんかその、踏まえて、うん。
お願いするっていうね、お願いして気持ちよく移動してありがとうございました、これで行きましょうよね、タクシーには乗りますんで安心してください。というわけで今日はそんな話をさせてもらいました、ありがとうございます。クラウドファンディングキャンプファイヤーでプロジェクト立ち上げようとしてます。新しい CD を作るっていうプロジェクトなんですけど、申請したんですけど一回戻ってきちゃいました。まあもうちょっと時間かかりそうです。とにかく申請し終わって公開っていう時には動画でお知らせしますんで、ぜひとも応援よろしくお願いします。というわけで今日はそんなところでありがとうございました。